聞こえにくいですが、スマブラにも環境音があります。音量を上げていくつか聞いてみましょう。意外といろいろ鳴ってるような気がしませんか。以前お話しした重要度や優先度の中では環境音は最低になります。だからことさらに鳴らすことにより肝心の効果音が聞こえにくいのは困りますね。しかし全く聞こえないわけではないです。まず環境によって音の響きが違います。良いスピーカーに囲まれているような場合、ちゃんとした環境音がついているのはとても大事です。またふと手を止めた時などにシンと無音になっているようでは雰囲気が出ません。ゲームはその世界に入っているかのように感じさせることだって必要です。特に主観視点や三人称視点などそこにいるかのように思わせることは重要だと思います。音の性質は誇張を求められる他の効果音と異なり、まあまあリアルな音が通用すると思います。例えばコミカルなタッチのゲームでも意外とリアル音を重ねて問題はないはず。だから簡単だという意味でもないのですが、ノウハウは映像作品などのものも通用しやすいかも。環境も油断なく設定し、没入感を増やしていきたいところですね。